恵比寿座人形芝居館は、兵庫県西宮市にあった、恵比寿信仰と関連した、傀儡ラの人形芝居をテーマとした、資料館。2012年12月末に閉館した。西宮傀儡ラ恵比寿座人形芝居館の位置、西宮神社の境内には、人形操りの祖神が祀られている。恵比寿柿というのは、箱の上で、一人で人形を操るもので、 文楽や淡路人形浄瑠璃の姿とされている。また、傀来師たちは人形芝居を行いながら全国を安虚したが、その源流は恵比寿信仰の中心であった西宮神社にあった。阪神大震災の後、西宮中央商店街は王子の200軒から店舗数が60軒余りに激減する。また、震災からの復興の過程で駅前に位置する当地には、 高層マンションが林立するようになる。そのような中、商店街の有志によって、2005年に9月最高プロジェクトが発足する。その後、人形芝居、エビス座が結成される。活動の拠点としての常設館解説の願いを込め、兵庫県の復興プロジェクトに応募し、2008年6月、会館にこぎつける。 館長のライデンミノルは、阪神人形劇連絡協議会の事務局長も、兼任する。副館長の竹地秀美は、西宮中央商店街の副理事長を兼ねる。他に、淡路人形上璃のワークショップなどの活動あり。ありがとうございます。